主の祈り、天に立ちます我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らをこの身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものではない、アーメン。それでは共に人信条を言ってまいりましょう。人信条、我は全地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりたたき乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の神の神の右に立ち座り、かしこりたりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒と交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。それではここでご祈祷を聞いていただいて、聖餐式の時を持ってまいります。それでは、聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、どなたでもこの聖餐の素晴らしい恵みを受けることができます。ですから、そういった方は今日ぜひこのヤング礼拝の聖餐を受けていただきたいと思います。最初にこの式のためにお祈りしたいと思います。愛するイエス様、ありがとうございます。主がこの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主はどうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、恩からと恩地上の祝福と恵みをどうぞ一人一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。もしも罪があればそれを主の前にともに、ぜひ改める時を持ちたいと思います。イエス様の名前によって祈ります。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。
様、この生産の恵みを感謝します。感謝してイエスの名前によってお祈りします。アメン。生産の恵みに預かった後は感謝の捧げ物を持ち、神の敬意と神の敬意を歌いながら元気な時を持ってまいります。生活の中においてまた、問題やまた考えていることがあるのでも明確に示してください。分かりやすくさらに、導いてくださいます。お願いします。捧げられた献金がいく場合に主の働きのために、具体的に用いられていくことができるようにまたどのように用いられていくのかも教えてくださいますようにお願いいたします。この献金の時ありがとうございます。感謝して御子なるイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。それでは、本日の聖書箇所をお開きしてまいりたいと思います。本日の聖書箇所は第一ペテロの手紙、5章の5節から6節になります。第一ペテロの手紙5章の5節6節です。第3版の聖書のお持ちの方は458ページになります。第一ペテロの手紙5章の5節6節お読みします。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、下り下る者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下に下り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。本日はこの箇所からペテロ久保田牧師にメッセージを取り付いていただきます。その前にカンボジアチームの証をお願いします。その後ヤングチームの特別さんに、その後コーナーさんにメッセージと続きます。お願いいたします。